13日日本ハム9、4中日エスコンフィールド北海道。中日はシーソーゲームをものにできず、連敗で3カード連続の負け越しとなった。打線は初回に高橋山根が先制の今季1号を放つも、直後に先発、梅津が2失点で逆転を許した。それでも3回に板山の2点的地打で逆転に成功。5回にはカリステが今季5号ソロを放った。 しかし、6回、2回以降は無失点投球を続けていた梅津が先頭からあんだと至急で無視一二塁としたところで2番手、藤島にスイッチ。3番、水谷に同点の2点三塁打を浴びると、マルティネスの儀比で勝ち越された。終盤も中継陣が打たれ、リードを広げられた。